さあ、それでは続きをやっていこうと思います。パテのね、ちょっと前の方先にやっていこうかなと思いまして、こんな状態にね、パテをねもりもりいっぱい塗ってしまったので、こちらをねちょっとカッターナイフでねカリカリカリっとね落として、サフを拭いたのがこちらとなっております。どう、こんな感じです。ちょっと近くで見るとわかるかな、こんな感じでございますよ。これを取っていくよという感じです。視聴者さんにいただいたねペーパーヤスリをね使っていこうかな。ドライで使うと結構いい具合だったので、まあこういう時はねちょっとドライでバサバサやっていこうかなって思います。バサバサバサと、そうするとね、黒サフを吹いてからやるとですね、割とその残ってるところ残ってないところっていうのがね見えてくるので、私はこうやってやっております。ちょっと800万だとあら細かいかな。だけどね、ペーパーをねいっぱいもねいただいておりますのでね、これはちょっとね言い方に語弊はあるかもしれないですけど、雑に使わせてもらおうかなと思います。その方がねいいんですよ、気楽に使えて。本当にたくさんいつもいただいてマジで助かってます。そうするとねやっぱり作業性がいいんですよね。ケチって使うとすぐにね目が詰まっちゃって、だけどちょっと粘って使おうみたいな風になっちゃうけど、だからもしねちょっと、ね、トレが悪いなと思ったら600番で交換するのもいいかもしれません。でだけど400番とかもっと粗いやつにしちゃうとちょっとね今度残っちゃう時があるので、そのペーパーヤスリの目っていうのが、だからまあ600番が限界じゃないかなと思う。だけど人それぞれだよそれはね。鍋さんは600番が限界って言ってたなっていうレベルでね聞いてもらえると、ほらもう目が詰まっちゃって、ね、こうテカってキランってちょっとするのが、これもう目ここね、ここ目が詰まってるところね、そうもうすぐ目が詰まっちゃうんだけど、もうすぐに変えちゃう。ありがとうございます。大事に雑に使わせてもらっております。何言ってるかわからない、作業効率がいいんですよ。本当助かる、マジで助かる。ね、まあねちょっとねこう手が汚れる仕事だけどね、鍋さんの手ね毎度ながら汚いんでね、まあ許してください。ね鉄をさ、なんていうのかな、鉄とかをさ加工前の鉄って言っていいのかな、無垢の状態っていう、まあ専門だと言ったりするんだけど、そういうね絞り出したっていうか、なんていうか、まあ無垢の状態の鉄を扱った人はわかると思うんだけど、手がすごい汚れるのね。爪の中とか黒くなってさ、なんか爪垢みたいな感じ見えてね、ちょっとね汚らしく見えちゃうんだけど、まあしょうがないですよね。無垢の状態のね鉄をね触ると、あの黒いススとかもやっぱりついてたりするから、そういうのがね汚れが手についちゃって、だからねこういうとことか黒いの指紋のさ、あやべえバッテリーがね、指紋のさこの中にこう入っていっちゃうの、手のシワの中とかに、なかなか落ちないのよ、奥まで入っていっちゃうからさ。そうだからねちょっとねなんか思うのよね、やっぱりさこうね不特定多数の方がこうやって動画ね見てくださるわけじゃないですかね、それでやっぱりね汚い手をさこうやってさらけ出すっていうのもさちょっとどうかなと思って、だから鍋さんはね部屋をあまり写真というか部屋撮らないんだよね。あんまり部屋が汚いのもさ見られたくないっていうのもあるし、鍋さんほんとゴミ屋敷じゃんとか思われても嫌だし、事実だけど、そうだからね鍋さんの工房超汚くないみたいな、汚いですよ、うん、汚い散らかってるだな、汚いというより散らかってるだな、まあ一緒だよね、うん、まあ中間でね人にね見られるんでね、ちょっと手はね綺麗にしておきたいなっていうところもあるんですけどね、どうしてもね仕事でねこうなってしまうんでね申し訳ありません。できるだけ私の手は見ずにプラモのねキット側の方を見てください。でこのね落とす時でもどういう風に落とすかっていうのをよく考えながらやらないといけないですよね。やっぱりこのさフェンダーの部分がこうさ来て、こういう風にフェンダー来てるわけよ。
だからこの形をできるだけ崩さずに、ここのアーチをこう綺麗に出したいなっていう時はやっぱりこういう向きでこういう風にやるとさ、やっぱりこのなんていうの、この形状が変わってきちゃうから、形状を変えないようにこすっていくっていうのも大事なんだよね多分。まあそういうことね、私はね気にしながらねやってるわけですよ。そうするとこの形状が維持できると、ね、もう取りたいからどうでもいいからもう四方八方からこう取っちゃうぜみたいなことやっちゃうと、後でねカチャーっていう形になったりするから、できるだけそういうのもねちょっと気にしながら、ペーパーを当てる目とかもね気にしながらねやっていくとね、せっかくのねこのボディのフォルムをね失うことなくねできると思うのね。暑い、エアコンつけすぎた、もう切ったんだけどね、さっき冬だからさ寒いからエアコンガンガンにかけるわけっすよ。前もちょっとこういう話したけどさ、なんかエアコンとかケチりたくないのよね、寒い思いとかしたくない。実家がね結構寒かったんだ昔、それのあれかな、せいかな。実家がさバカみたいにでかいの。まあそれしょうがないんだけど、こう下が工場で、工場のまま上が家になってるからさ、どうしてもでかくなって、しかも鉄筋だからさ冷たいのよ家の中が。いや暖房つければそうでもなかったけど、暖かかったけどさね、なんかそういう工場の延長ででかい家っていうのは寒い、鉄筋の家は寒い。まあね古い家だからね、昔だからね、あれだよ、反転とか着てたよ。反転ってわかるかな、あこれ平成生まれの子、あ平成生まれの子はわかるか、令和生まれはさすがに3歳かまあね、平成後半の子はわからないだろうな、令和、あれ令和じゃない、反転って言って、反転ね、ちゃんちゃん子じゃないよ、反転だよ、うん、反転着てたちっちゃい頃。まあ兄弟がいたからね、どうしてもそういう時はね兄弟一緒の柄になっちゃうよね。懐かしい。今何ミトン、ミトンは手につけるやつか、肩にかけるさやつあるじゃない、ふわふわふわのさ、あれいいなって思う。マントだとかも、ちっちゃいマントだとか思いながら、あれあったか、そう肩がねやっぱり冷えるとかね。あれ言ったっけこの話、ね、あれ買ったのよ、やっぱね仕事してて寒いから腕用の何アームカバーみたいなやつ買って、防寒用でね。ちょっとそれがねまだ届いてないからね、ちょっと期待しちゃうな。なんかね体はさ着込むから結構あったかいんだけど、二の腕とかその辺がね寒いのよねやっぱりね。まあちょっとね日によって誤差があると思うんですけど、撮影のね関係で誤差が出ちゃうんですけど、今日すごい暖かくて、昼間雨降ってるにもかかわらず、だからもうすごい汗だくになってやってたんだけど、ネックウォーマーつけて最近やってんの。まあ暑かったね今日は、さすがに途中で外した、汗かいてきたとか思って。でもやっぱりねネックウォーマーいいよ、あったかい。やっぱりこう服着るとどうしても首元を、前の方の首元がね開いてしまうからね、そこをちょっとこうちゃんとかばってあげるだけで。冬はねほんとすね寒くて嫌いだから、冬のねそういう防寒の対してはねちょっとね敏感なんだよね。どうほらだいぶ取れてきたでしょ、ほらそんな話をしていたらね、ちょっとこう見てわかるかな、ここちょっと残ってるよね、ここね、爪汚ねえな本当、やだな、すいませんね、なんかやだよね汚らしい手ってね。
理解してくれる人ならいいけどさ、してくれないっていうか、わからない人、まあだってパッと見てさ、わかんないからね、手が、ね、見てこの汚ね手ほんと。しかもなんかさ、冬でさ、荒れ果てまくってさ、ねえ、この辺とか見てこのガサガサ。まあその不幸自慢はどうでもいいんだけどさ、冬アレルギーなんて勝手に思ってるけど、まあほんと冬は嫌い。寒いし手は荒れるし、鼻水は出るし、空気が乾燥しててホコリっぽくてくしゃみは出るし、ろくなことねえやとか思うな。って言っても意外とね、でもあのね、夏にコメントいただいた時にはさ、やっぱりちょっとだんだんこうね、年取ってくると、冬、夏の暑さより冬の寒さの方が体にはね、いいみたいなことを言われてるね。でもまだちょっとそこまで言ってないな、まだ。あ、だけど最近思ったよ、ちょっともしかして俺老眼きたって。いや、これ老眼なのか、ちょっともう眼鏡がもうダメなのか、どうなのか分かんないんだけど、老眼かな。だけど今眼鏡かけてるけど、じゃあ眼鏡今普通のさ、あの何、今近眼でいいのかな、だからさ近くはよく見えるからさ。で、あのこの前ドリル研いでたの、仕事でこうやってね、あのグラインダーでこうガリガリガリね、ジジジとか言ってて研いでてさ、刃先をこう見てたの、あの 3.2π ので、あれなんか見えんとか言って、ちょっと首をこうさ、ちょっとこううんって離して見ちゃってさ、え、もしかしてこれって老眼とかちょっとショックを受けて。明るさの問題なのかもしれないけど、最近ちょっと天気悪くて暗いから、うん、いやでもどうだな、まさかの老眼が始まったのか。メガネ外してみちゃったよ、そうしたら近くにしないと見えなかったよ、あ、まだ大丈夫かな、ただメガネが合わなくなってきたのかなとかさ。なんかね、老眼だって個人差あるじゃない、今のところ多分まだ大丈夫だと思うんだけどな。なんか話してみるように、要はピントが合わなくなってくるんだよね、あれね、老眼の始まりなのかな。老眼ってどんぐらいでくるんだろう、個人差はあると思うんだけど、正直怖いな。なんかその自分が年だという自覚ってさ、やっぱりないから、そういうのが来ると、あ、もう実はもう年なんだなみたいなさ、気がしてね、体感し始めると。でもまあ最近思ったのは中年太りだな、もう絶対中年太り、確実な中年太り、お腹すげえ出てきた、やーべえ、しかもこの冬蓄えるね、ご飯美味しいのよ。しかもだけどさ、最近食べててその後になんかもたれるのすごい、あ、なんかいつまでも消化しないんだけどみたいなね。だけど食欲はある、だけどもたれるけど食欲はある、悪循環。見てね、綺麗に収まったでしょ。これ気をつけないといけないのは、周りのものもどうしてもペーパーがパリパリ当たってしまうので、パリパリってなんだ、この辺こう白くなってるでしょ、この辺とかね、当たってる証拠だからね、これがこうなる、これがこうなるっていう感じですね。で、これこの後もう一回まだね、ペーパーあのサフ拭いて、もう一回こう一枚いつも落とすじゃない、そういった作業をやるので、ある程度はでも綺麗に切っておかないと、まだ後でのね仕事量が増えてくるんでね、気をつけましょう。この辺のちょっと形をもうちょっと綺麗にしたいな。だからカッターナイフでこうやって削るわけよ。ここの、おっとカメラが、ここのこのボディラインのこの形状に合わせてですね、このままこう下にこう下ろすんですね、こうやって。カッターだと平たい面ができるので、それを、ね、参考にしていくのもいいと思う。削りすぎたらパテをね盛るなりすればいいし、あの足りなければもうちょっと行きたいかなっていうところでやめておくぐらいの方が本当は調子がいいかな。だいたいね、深追いするとろくなことないんで、こんな感じでこうやってね、造形、成形、造形、造形は違う、造形でいいのかわかんないけど、成形していってね、このボディのこのフォルムを維持しながら形をね整えていくよと。
こういう持ち方とか変えたりして、ある意味ここにね、なんか当てがってやるのもいいと思うよ。当てがってやるっていう言い方する？当てがう、当てがってやると、なんか棒とかね、当てがってやったりとかね。当てがってやるなんて言わないよね。当ててやるとか言うよね。裏に当ててやりましょうとか、当てがってなんてダメかな。もうそんな言い方しとっちゃうね。年丸出しになるかな。こうやってやってさ、こうやってやってさ、こうちょっとこう丸みを帯びた感じにしといてさ、そこでこの溝のこの間のこの辺をこうやって落とすとかね。こうやってこうやって、あ、ちなみにこれコバックスのペーパーヤスリね。いつもねコバックスのペーパーヤスリとあのマスキングテープをくれるんですよ。だからね、マスキングテープがね苦手なんで、たくさん使っちゃうんですよ。助かってます。でそれもね雑に使わせてもらってるんですよ。雑に使わせてもらってるから作業性が高いんですよ。やっぱね、ケチるとほんとね、なんか時間かかるから、ケチらないと時間かからなくて、作業性も良くてスムーズで助かります。マジで助かってます。だからね、せっかくあげたんだから雑に使わなよって言われそうなんですけど、助かってますマジで助かってます。だからね、800番のコバックスのペーパーを切らしたことがないありがとうございます。本当にね、毎度ね、あの展示会とか今回もね来てくださったんですけど、わざわざ超遠くから来てくれてね、本当ありがとうございますね。いい形になって、これちょっとねカメラ見づらいかな、形まあまあいいっしょ。ちょっとここの上まだ少し残ってるけどさね、このフェンダーのこの R のこの部分と、ここのねへこみのこの部分、こう見るとわかるかな。こうちょっとこうね、こう反った感じになっててさ、ここね、いい感じになったでしょ。ちょっとまだここのねつなぎの部分だけね、綺麗に取っていかないといけないんでね、また新しいの出します。見てこのケースいいでしょ。 3D プリンターで出したやつね。一番使う8000番とあとラプロスの6000番ね。でここね、あれ折って折って、このカードでこうやって、こう、あ、やべえ、電池がマジでねあと 10% って言われた。今日はこの辺にしときますかね。こうやってね、細々とこういうところはちょっとね取ってね、やっぱり綺麗に仕上げたいんでね、まあ、ちょっとマジでバッテリーがないんで今日はこの辺にさせてもらおうかな。あとこの辺ちょっと一人であのアニメでも見ながらやろう。あ、そうそう、あのねアニメでさ、あのコメントいただいて、王様ランキングが面白いって書いて、ね、コメントいただいたので、ちょっと見ようとか思いながら、ちょっと、ま、あの今見てるやつのキリがついたら見るかな。アニメネタあの嬉しいっす。何見ようかなって正直いつも、ね、悩んでて、こう結局こうプラもやりながらの流し見だからさ、漫画は読まないんだけどアニメはこうやってね手を動かしながらできるから見るんだよね。わざわざありがとうございます。ちょっと気にはなってたんだあれ、うん、よし、ということでちょっとね、バッテリーの電力もないくなってきたのでね、ちょっと今日はこの辺にさせてもらおうかなと思います。ではね、また進めるときにはね、また撮影させてもらいますので見ていただけたらと思います。ではまた。